I'm single wake。今回あのパッキャオと練習一緒にさせてもらったことをお話しさせていただきます。パッキャオの凄さは何て言ってもやっぱあの体でこんだけ6階級制覇をするっていうところだと思うんですよね。で、本当いろんな試合を見るともう相手がすごいでかい選手とか、パッキャオも体重を上げてるけどやっぱ上げてるってことは相手がでかいんですよね。自分を増やしてもやっぱ相手の方がでかいんで、それを打ち勝つっていうのが本当にすごいなっていうのはあります。パッキャオの場合は最初スーパーフライからかな、スーパーフライから世界チャンピオンになってて、でそっから飛び級もしてるんで、でスーパーウェルターの世界チャンピオンになってて、結局スーパーフライからスーパーウェルターの中に何階級あるかって言ったら全部で9階級あるんですよ。9階級ある中の6階級を制覇してるっていうのがめちゃくちゃすごくて、まあ LA でトレーニング行くんですけど、その時に行ってるジムがワイルドカードジム、そこでパッキャオがいつも練習すると、その試合、まあ多分フィリピンにいるんですけど、アメリカで試合がある時とかはその LA に来てトレーニングそこのジムでして、で試合に向かう。で自分が本当行った時にたまたまというかタイミングよくもうパッキャオも試合前 でそこのジムにいると。 でそれプラス自分が世界戦をするためにちょっと向こうのプロモーターを紹介するよって言われてた方がパッキャオのプロモーターの社長さんだったん でそこのジムに行って、でその人に会って、でその人がもう英語わかんないんですけど、おーシンゴーつって、お前パッキャオと一緒にトレーニングしろよみたいな感じのノリですごい言ってくれてて、練習一緒にさせてもらえるとか、まあ一緒にするというか、まあパッキャオの練習を見させてもらったりとか、もう完全にクローズされてるんですけどジムは、でもそこを関係者として入れてもらって、でもう間近で練習を見させてもらいました。いっぱい記者いるんで、そのジムに入ったら記者だらけで、でそろそろパッキャオ来るパッキャオ来るみたいにゾワ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 してて、でパッキャオ来た瞬間にやーべえ生パッキャオだと思って、本当にただの一ファンとして超喜びました。で超動画撮りまくってました、ずーっと。自分が行ったのがちょうど試合の2週間前ぐらいだったんですよ。で試合の2週間前って一番やっぱ練習もハードで、もうやっぱピリピリしてる時だと思うんですけど、一般のボクサーは。でもそんな中で毎日もう何十人、4、50人ぐらいいるんじゃないかっていうぐらいの記者とか取り巻きとかブワーっているところで練習できるパッキャオって神です。試合の1週間前ぐらいになった時にスパーリングやるって言って、スパーリングも目の前で見させてもらったんですよ。で普通に考えたら試合の1週間前ってちょっと格下の選手とか、まあ同等の選手でやっても4ラウンドとかで軽めにスパーリングを終わらせてっていうのが普通だと思うんですけど、その時確か8ラウンドぐらいガチな強い選手とずっとスパーリングやってて、で何ラウンドやるのか聞いてないからこう見てて、で今1ラウンド終わった、2ラウンド終わったって、4ラウンド終わった、あそろそろ終わるんかなと思って、あまだやるんだって、6ラウンド終わる、あまだやるんだみたいな、で8ラウンドまでやるのみたいなぐらいびっくりしました。え来週試合だよねみたいなっていうぐらいすごかったですね。社長が、あもう携帯貸せよ、今スパーリング見たいんだけどっていうちょっと思いながら、まあ撮ってくる、あ写真撮ってくれるんだありがとうってこうやってたんです。写真こうやってやってたんですけど、なかなかずっとこのままなんですよ。あれまだ早く撮れよ、もうスパリング見たいんだけどと思ってたら動画でした。その一緒にまあパッキャオと朝走らせてもらってて、で走り終わった後にみんなで腹筋やるんですけど、その腹筋の回数が半端なくて、もう1000回ぐらいやってるんじゃないかっていうぐらい、その 1個の種類を30回をもう何十種類っていうふうにやって、
ていうのをもう自分でも途中でああもう無理って思うのをパッキャオは平然とやってました。すごかったです。しましたよ。パッキャオと写真すごくないですか。もうそれもそのパッキャオのプロモーターの社長がもう勝手に向こうが「おい慎吾来い」って言って「何?」って言ってそしたらもうパッキャオ呼んで「あパッキャオおい!」みたいな「おいちょっと一緒に写真撮ってくれ」みたいな感じですごいんですよ。マジでもうほんと全然英語なんで全く分かんないんですけど、でパッキャオも「あオッケーオッケー」みたいなで写真撮って、でも俺もバクバクっすよ。バックンバックンって「あのパッキャオが隣にいるどうしようやべえ」っつって、で勇気を振り絞って喋りました。 I'm Japanese Next World Champion。 パッキャオの反応、俺の肩トントンで終わりっす。まあまあでもなんかあの嬉しかったっすけどね、それだけど、まあ、ね、まあ、OK みたいなこうリアクションが、うん、パッキャオから、あ、そうですか、パッキャオから生サインいただいてます。社長がお前も一緒にラスベガス来いよっつって、来週から、来週とかまあその土曜日からラスベガス行くから、あのバス、大型バスでみんなで行くからお前もそれあの席取ってあるから来いよっつって、日本人一人だしみんなもうアメリカ人からフィリピン人からみんな日本語なんて全く通じないです、英語なんて全く喋れないですよ。すんげえ不安で、まあまあこんなチャンスないし、でダメだったらダメで絶対なんとかなるなと思って、でその言われた日の言われた時間に言われた場所に行って、全然バスが来ないんですよ。一緒に行く予定のフィリピンの選手とか、まあ、トレーナーとかが来てくれて、いや一緒にいたら大丈夫だからっつって一緒に待たせてもらって、で予定が確か昼の1時集合で出発とか言ってたんですけど、もう2時になっても来ないんですよ。不安でしかないんですよ、英語喋れないから。で結局3時ぐらいにバスが来て、で安心して、でそれでもうバスも乗せてもらって、で一緒に行ったんですけど、でそれで、まあ、ラスベガス着いて、そのホテルも MGM グランドのもうあのカードキーも VIP って書いてあるよくわかんないカードを渡されて、お前この部屋なみたいな、ではいって言って、そしたらもう本当にこの鍵持ってないと入れない別ルートの別エレベーターのみたいな別フロアみたいな感じになってて、でそこで泊まらせてもらって、もう言うたら大げさに言うたら俺はパッキャオにおごってもらってるんですよ、ホテル代を。すごいっしょ。同じホテルにパッキャオも泊まってるし、でもパッキャオはさすがにもうワンフロア全て貸し切りなんですよ。なんでパッキャオに会うことはなくて、ホテルの中でで一回そのパッキャオがいるフロアに行かせてもらって、でそこで飯食おうよっつって、その一緒に行ったフィリピン人のトレーナーがいるんですけど、そいつに「おいしんごお前パッキャオの部屋に行ってフィリピン料理一緒に食おうぜ」っつって「でいいの行く行く」っつって行って、で本当にあの大皿でドン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 ってフィリピン料理が出てて、でそれ食べながら普通に過ごしてたら、あのパッキャオの娘がいました。で娘とちゃっかり写真撮ってました。すごかったっすよ、やっぱ会場がバカでかくて、自分が行った時はもうそのリングサイドの席とかも全部ソールドアウトしてて、で自分はもうほんと後ろの方で、まあ、チケットもらえるだけありがたいと思って、超満員ですよ MGM グラウンドの。相手が若手のアメリカ人、片やフィリピンの英雄、ラスベガスで試合やります。相手が出てきた瞬間会場どうなったと思います？アメリカ人ですよの若手のこれからイケイケの大ブーイングス、ブーっつって会場中、アメリカっすよ、アメリカでやるのにアメリカ人が大ブーイングス、ブーっつって、と思って、パッキャオが入場したらこれまたすごいんですよ、全員立ってうわーっつって
大盛り上がり。さっきのブーイングどこ行ったのみたいな。あれこれもしかして相手の応援ゼロなのかなっていうぐらい、もうパッキャオの応援100、相手の応援ゼロぐらい盛り上がりがすごかったです。これやっぱりパッキャオ、もうアメリカ人ってやっぱりこう強いやつがやっぱりいいっていう、もうはっきりしてるから、だからもう相手がその何人であろうと強いイコールリスペクトなんですよね。だからそういう現象が起きるっていう。なんでまあそれを見た瞬間にやっぱ俺もこのリングでやっぱこんな歓声浴びたいなって思いましたね。まあ本当遠かったんで試合のあれですけど、まあもう予想をはるかに覆す素晴らしい試合でしたね。ボクサーの中でやっぱり自分の中でナンバーワンの、もう全世界ナンバーワンの人だと思ってるんですよね、パッキャオ。そのパッキャオをこう間近で見させてもらって、一緒にこう走らせてもらったりして、穏やかなんですよねパッキャオって。試合間近なのに強い選手ってこうであるんだって思えたし、まあ、自分もその少しでもやっぱねパッキャオに近づきたいってあるんで、もっと穏やかにします。 Thank you for watching、最後までご覧いただきありがとうございました。パッキャオのこの日はどうでしたでしょうか。これからもどんどんこういういろんな話をしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。